皆さんこんばんは。シューマイを食べるときはマヨネーズをかける元男の子の青木かのんです。今日はですね、タイトルにもあります通り、こちらの AirPods Pro を1ヶ月使ったのでレビューしていきます。で、私が買ったのはもう発売からでも2ヶ月ぐらい経ってて出遅れ組、あえて私は世間のその反応を待ってたんですよね。本当にこれは買っていいのかみたいな。で、みんなすごい絶賛してて、ソニーのめちゃめちゃいいノイズキャンセルイヤホンとかもあるんですけども、むしろこっちの方がいいんじゃないみたいな。私その2つで迷ってたから。なので今回はこれを使って良かったところと、あと悪かったところ、どちらも話していきます。で、私はですね、こういうガジェット系っていうのはあんまりその専門用語とかスペック表を見ながらなんちゃらかんちゃらっていう、ああいうのがどっちかというと苦手なタイプなんですよね。それを逆にね、いい方向に持っていけると思うんですよ。まあ、私ってみんなが買ってるからとか評判いいから乗っかっていくタイプの、ミーハーなんですよ。で、世間ってピラミッドがあったとしたら、もうめちゃめちゃ詳しい層って多分この少数派だと思うんですよ。三角のこの一番先っちょみたいな。で、私みたいな人って結構多いと思うんですよ。気になってるから買おうかなみたいな。なので、そういった方々に私はあえて寄り添えるんじゃないかと思いました。それで今回レビュー動画出そうと思いました。なので、よかったら聞いてってください。AirPods Pro なんですけども、実はですね、この Pro ってついたのは今回からで、1世代目、2世代目で3世代目に当たります。1世代目と2世代目はみんながよく言ってた耳からうどんみたいなコラ画像とか作られてたと思うんですよ。私も1、2買ってます。で、もちろん不満とかはなかったんですよ。ただ最初は抵抗感っていうか、うどんっぽいなみたいな感じではあったんですけども、今回ですね、デザインがめちゃめちゃ変わりました。これうどんの部分が短くなったんですよ。しかもカナル型って言って、先っちょにシリコンみたいな素材がついてるから、以前の AirPods はどっちかというとその耳のこの中の隙間が生まれると思うんですよ。でも、こっちは隙間を埋めてくれることで、なんか音へのその没入感みたいな、そういうのが感じられるのかなって。プラス落としにくい。結構人によっては AirPods 以前のやつを落とすみたいな。今回のも Apple の研究チームが 何千人みたいな単位の耳の形を研究して、それに基づいて落ちにくい形を設計したみたいな。だからかなり耳にフィット。しかもですね、これたったの 5g なんですよ。私昔ですね、動画には出してなかったんですけども、他のワイヤレスイヤホンを使ってたんですよ。ちょっと重いから長時間こういう動画編集とかしてるとき痛くなってくるんですね。今回のこの AirPods は軽いから本当空気みたいな。そして2つ目、これはですね、1世代目と2世代目と変わって耐水になりました。フィットネスとかランニングで汗かく人とかはかなりこれ恩恵を受けるんじゃないでしょうか。3つ目、感圧センサー、なんか溝みたいのがあるんですよ。タップすると再生停止みたいな、電話かかってきた時も出ることができたりするんですよ。長押しするとノイズキャンセリングと外部音取り込み、そういった機能を使えたりするんですけども、私はちょっとあんまりこれは使ってないです。ちょっとその理由も後でお話しします。4つ目は音質。音質について私はそこまで専門家ではないんで、ここの低音が効いてるよねみたいな、なんかそういうのはあんまり偉そうに言えないんですけども、以前の AirPods みたいな、まあ誰が聞いてもバランスいいよねみたいな、とりあえずこれつけとけば OK でしょみたいな、なんかそこよりはちょっとその没入感がここのカナル型によって増した、なんか音に集中できるなみたいな。で、 Apple って音楽のその配信サービスが Apple Music とかあるじゃないですか。で、私は Apple Music だとイコライザーっていうその音質、例えば低音をなんか響かせたり、ドンドンドン、高音シャリシャリさせたりとか、そういう細かいやつができないんですよ。とりあえず低音響かせる、高音バランスクラシックとなんかあるんですけども、ちょっと物足りないって私は思ってるんで、 Apple Music とその似た競合の AWA っていうアプリなんですけども、それはイコライザーがこうやって自分でつまみで変えることができるんですよ、音質を。で、私はそこで低音とか響かせたりとかして、すごい音質に満足してます。この良さが引き立つと思うんですね。次、電池持ちですね。で、電池持ちに限っては全く問題ありません。これがだいたい 100% ぐらいの電池残量だと 4,5 時間ぐらいは使えるかなみたいな。なんかノイズキャンセリングするとちょっとバッテリーの消費早まるみたいなんですけども、だいたいまあそれだと4時間ぐらいだとは思います。で、電池なくなりました。で、ここにこうやって戻すと充電がされます。これと組み合わせるとだいたい24時間使えますよって。このケースに AirPods を1分間ぐらい入れると1時間ぐらいまた聞くことができるんですよ。え、1分間だよね。違う5分間でした。いや、でもね、すごいすごいよ。なんか凄さが半減したな。
ジャパネット高田に私入れないじゃん。あとこれもちろんワイヤレス充電なんで便利です。一応後ろにライトニングがあるんですけども、まあ1個ワイヤレス無線充電器とか買っておいてポンって置いとけばすぐ充電できるんで。ここまでがその AirPods Pro の基本的な情報だと思うんですよ。しかしまだまだ、むしろここからがメインディッシュとなります。まず今回のこの大目玉のノイズキャンセル、ノイズキャンセリング、え、それがめちゃめちゃやばいです。見てください、私はこれ買ったばっかの時のツイートなんですけども、家に帰るまでその開封待てなくてコンビニの目の前でバーって開けて使ったんですよね。で、車通りが多い交差点だったんですけども、あのつけた瞬間にサッてこう一瞬でうるさい部屋から静かな部屋にバッ入ったような、もうほんとびっくりしすぎて笑っちゃったんですよ。何これみたいな。物とか買って笑ってしまうことって今まで2回しかないんですよ。1回目が名古屋のひつまぶし屋さんで、ひつまぶしめちゃめちゃ美味しすぎて、なんだこれみたいな、いやこれ、ね、霊長類に生まれてよかったなって思ったんですよ。で2回目の体験がこれですよ。いろんなシチュエーションで使ったんですけども、地下鉄周りの人たちの雑談とかゴーって音聞こえるじゃないですか。それがサッとなくなるんですよ。で全部音が消えるかって言ったらそうでもなくて、ある一定の波形だけはなんか聞こえるようにしてるのか分かんないんですけども、次は東京でございますみたいな、その電車のアナウンスは微妙に聞こえるんですよ。これちょうどいいなと思って。あと私がすごいなと思ったのが、今までの AirPods は音楽聞いてても周りの雑音とかが普通に入ってくるんですよね。多分皆さんもお分かりの通り、なので音楽聞く時の音量が例えばマックス10だとしたら8ぐらいでデフォルトで私は聞いたんですよ。このノイズキャンセリングをオンにするともう周りの音が聞こえなくなるんで、もう4とか5ぐらいの音量のレベルでもう十分聞けるみたいな、耳にも逆にいいんじゃないのかなと思いましたね。あと私は集中したいなみたいな、あと考え事したいなって時に音楽聞かずにノイズキャンセリングの機能だけでこれをつけたりとかすることもあります。無音の部屋みたいな感じに入り込めるんで、すごい説明うまく言えないんですけども、みんなにこの体験をしてほしいなって思ったんですよ。ただ車運転する人とか電車乗り過ごしたくないっていう人だったらちょっと気をつけた方がいいと思います。で次はですね、外部音取り込みモードっていうのがあるんですよ。それは何かっていうと、今皆さんがあのイヤホンしてない状態で普通に外の音が聞こえますよね。その状態にこれをつけた状態でもなれるんですよ。言ってるの分かりますか？何のモードもつけずにただつけるとなんか耳が詰まったねなみたいな感じになるんですけども、外部音取り込みモードすると外部の音を取り込むんですよ。え、イヤホンつけてんのみたいな、なんかそんなぐらいになるんですよ。今までギャラクシーバッツっていうこのワイヤレスイヤホンも使ってたんですけど、これにも外部音取り込みモードあるんですよ。ただここまで自然な、っていうかむしろイヤホンつけてんの忘れるっていうぐらいの外部音取り込みモードを再現できてないんですよ。こっちはなんか作った音っていうか集音したちょっとキンキンした音が入ってくるみたいな。だから私が思ったのは、最近街でこれつけっぱなしでなんか人と話してる人とか見るんですよ。そうだよねってなってんですよね。なので本当にどっちも完璧を攻めてきたなって私思いました。ノイズキャンセリングもそうだし外部音取り込みで、さっき言ったこの感圧センサーで長押しで外部音取り込みモードとかノイズキャンセリングモードを切り替えたりとかできるみたいなこと言ったんですけど、私は知ってないんですよ。それがちょっと微妙なところ、まだ少しそこの反応、ここの感圧反応が鈍いなって私は思っちゃって、なら私はこうやって、まあ、耳つけてますよね。で外でじゃあノイズキャンセリングモードでこうやって音楽聞いてますと。でお買い物するときにレジで店員さんと話すわけじゃないですか。そういうときにレジに並ぶ前にSiriを立ち上げて外部音取り込みモードにしてって言うとしてくれるんで、それで私はやってます。むしろこうやって歩きながら Hey Siriみたいな、外部音取り込みモードにしてみたいな、なんかそんなことやると、あ、ちょっとうるさい、そうです、瀬戸康史さん流れちゃった、瀬戸康史の動画ちょっと待ってちょっと事故ですね。みたいな感じで言って歩きながら場面場面によって外部音取り込み、ノイズキャンセリング、外部音取り込み、ノイズキャンセリングめちゃめちゃ便利ですよ。一切私外出中これ撮ってないですからね。それぐらいイヤホンのその概念を変えたって私は思ってます。今まではその音楽をその聞くためのツールだみたいな感じで私は思ってたんですけども、なんかバーチャル世界に入り込まさせてくるみたいな。最後なんですけども、これ、高いです。約3万円ぐらいします。高いと思うんですけども、私は買ってめちゃめちゃ良かったと思いました。で今
全然手に入んないんですよ、エアポッツ。なんかそのアップルストアで予約しても本当1ヶ月以上待ちみたいな。私ね、別に買うつもりなかったんだけど、なんか YouTuber のそのレビュー見て買おうかなみたいな。でアップルストアの在庫確認したら全然もう年明けみたいななったんで、 Twitter 私見たんです。そしたら何々駅地区のソフトバンクショップに普通に在庫全然ありますみたいな。みんな家電量販店とか結構集中したりとか、あとアップルストアもちろんですけども、じゃなくて地元にあるようなドコモショップとか au ショップ、ソフトバンクショップとか、なんかそういうところに行くと普通に買えます。それ私買おうと思い立った30分後に手に入れてますからね、これ。なのでめちゃめちゃその方法はおすすめなんで、よかったら皆さんもしてみてください。いかがだったでしょうか。本当に私周りのその先輩 YouTuber さんのようにガジェットのレビュー全然上手くないんですけども、結構頑張ってあの話をまとめて話させていただきました。何かここをこうした方がいいよとか要望ありましたら、ぜひコメント欄にお書きください。2020年はいろいろなことにチャレンジしていきたいなって思ってますんで、ぜひアドバイスとお願いします。私もともとそのソフトバンクショップに働いてたんですよ。これでも働いてたのに全然専門用語喋れないからやばいなと思ってるんですよ。で前の動画でも言ってると思うんですけども、スマホケースっていうか iPhone ケースオタクなんですよね。でもちろん私は iPhone とかもすごい好きで使ってるんで、あの今後なんかいろんなレビューもちょいちょい出していくと思うんで、よかったらあのまだチャンネル登録をお勧めでない方は、あとは少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタン高評価お願いします。Twitter と Instagram、TikTok もやってますので、そちらもぜひフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。